明治。チョコレートのこと全然分かってなかったですね。チョコをカカオの産地で選ぶっていや驚きです。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。明治産地のフードがワインを作る。これチョコも同じなんですよね。この香り、この風味、まさに芸術ですよね。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。明治産地にこだわるクラフトチョコレートがこんなに気軽に手に入るって初めてじゃないですかね。新しいスタンダードですね。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。明治サステナブルな環境で作られたものを選ぶって当たり前になっていくと思うんです。食べる人も作る人も大切に。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。そうですね、まあ、やっぱりこうグラフィックにしてもそのチョコレートっていうものの世界観が影であったり照明であったりとかっていうのもすごくこう再現されているので、まあ、自分もこうチョコレートの CM っていうのを意識しながらその雰囲気を作れたらなと思ってますけど。チョコ好きなエピソード、そうですね、なんかチョコレートは自分の中で意識して食べるものじゃなくて無意識に食べているものになっていますね。もう本当に幼い頃からチョコレートを手に取って食べていたので、何かこう自分の中で糖分が欲しいなとかちょっと疲れてきたなっていう時にチョコレートを食べることでなんかすごくこうよしっていう気分になれるものですし、なんか意識的にチョコレートを食べるぞっていうことよりも無意識に食べてることの方が多い気がしますね。チョコレートが好きでバッグに入れてたりすることもあるんですけど、熱くて溶けてしまいバッグがチョコレートまみれになってしまったとかも、ほろ苦いですかね、大丈夫ですかね。そうですね、でもやっぱりチョコレートってものによって香りであったりとか苦味であったりとかやっぱり全部違うと思うんですよ。僕はやっぱりお酒を飲むときにチョコレートを一緒に飲む、チョコレートを一緒に食べながら飲む時もありますし、なんか今日なんか朝ごはんがあんまり食べれる感じじゃないなと思ったらチョコレートを口に入れたり、チョコレートを噛んで食べる楽しみ方もあればチョコレートを口の中で溶かす楽しみ方もあると思うので、なんかたくさんあるなとは思いますね。チョコレートを産地で選んだりカカオで選んだりする機会っていうのはやっぱりあんまり僕はなく生活をしてきたんですけれども、まあ、今回いろんな種類のチョコレートがあり食べさせていただいたんですけれども、全然香りも違うし苦味も違いますし、こんなにチョコレート少し変わるだけでこんなに変わるんだっていう発見がありましたし、なんかやっぱりそれぞれの好みであったり日によっても変わると思いますし、なんかこうもっともっとチョコレートっていうものは世界が広いというか、なんか視野を広くチョコレートっていうものを捉えたら楽しくなるし自分の好みなものが見つかるんじゃないかなってすごく思うので、なんかそういうのも皆さんが意識して食べてくださったら嬉しいなとは思いますね。そうですね、僕の好みですとペルー産地のものがいいなっていうふうに思って、なんか
食べた瞬間に噛んだ瞬間に本当に全部の種類、香りであったりとか口の中で広がるものが変わったんですよね。で僕その時たまたまコーヒーを飲んでいて、それでコーヒーを飲みながらペルー産地のものを食べさせていただいた時にこれだなって感じたんですよ。だからそれがコーヒーではなかったらまた変わっていたのかもしれませんけど、なんか本当に自分が一緒に食べたりするもの、飲んだりするもので変わったり、何も食べてなかったり飲んでなかったらなんかそれで変わったりはするんですけど、僕はやっぱりペルー産地のものがいいなと直感的に感じましたね。まあ先ほど言ったみたいに産地が違ったりカカオの度数が違ったり、そこで味わいが変わるっていう部分もありますし、僕がすごく感じたのは高級感といいますか、そのチョコレートの作りであったり、なんか食べるまでのプロセスをもうなんか高揚した気分で食べられるようなパッケージも含め、なんかそのように感じて、味や香りはもちろんですけれども、そこだけではなくて一つのパッケージとしてなんかすごく高級感があって素敵だなと思いましたね。僕が出演します明治ザ・チョコレートの新作 CM をご覧ください。明治。そうですね、なんか僕はあのドラマとか映画の撮影中にお腹に溜まりやすいものを食べるとなんかこう気分が変わっちゃうので、なんかちょっと糖分欲しいなっていう時にチョコレートを食べて口の中で自然に溶かして、そうやってやるとなんか元気になるんですよね。いや全くなかったですね。なんか産地で味や香りが変わるなんていう認識が全くなかったので、そういうのをしっかり考えて取り入れられる人ってなんかすごく尊敬するんですよね。そういう産地とかっていうのはワインとかの感覚に似てるのかなっていうのはちょっと思いましたね。なんか全然違うんですよね。友達にいや知ってたと、チョコレートってカカオの産地で選ぶんだよっていうのはなんか伝えたくなりましたね。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。あの緊張してやってました。うまく表現できたりできましたか。いつもあの味見るときって、真剣にこう分析をしながら味を見るのが多いので、あの笑顔で、ものを食べるような雰囲気の顔作りってなかなか難しいので、あのその辺はちょっと無理やりいつもと違う感覚でやってましたけど、普通こうテイスティングしたりするときってこう逆にこうちょっと真剣な顔して味を見るんで。チョコレートも家に常備してるので、あの夜寝る前、食事終わって僕あのウイスキーとかブランデーとかいわゆるあの琥珀色のお酒大体1杯2杯飲んで寝るんですけど、その時あのチョコレートを少しこうかじりながらおつまみというか味の広がりがこうちょっと違うんで、ほぼ毎日でもないですが、はい、かなり頻繁に食べてます。ちなみにワインと合わせて楽しまれたりとか。ワインそのものっていうのはなかなか難しいところもあるので、ですからワインといっても、もしワインと合わせるときには基本的には甘口のワインとの相性がいいので、あのデザートとしてチョコレートを食べるときには甘口ワインを合わせるっていうのが大体、まあ、セオリーでもありますし、それがすごく相性的にはいいので。ワインを産地で、産地別にこのセレクトして選ぶときっていうのは何に合わせるとか、どんなシーンの時にどれがいいかっていうふうにしていきますんで、
チョコレートも全く同じように、これ何と食べるから、どんなシーンで味わうから、じゃあこれにしようというような、でそのバリエーションを知っておくといろんなこうシーンに当てはめやすいので、すごく楽しめると思いますけどね。ワインとか日本酒のテイスティングみたいに一回こう鼻でに近づけて香りを嗅いでっていうふうなことは一般的にはしないので、基本的には日本酒で含みがっていうんですけど、口にこう含んでこう食べて口チョコレートがだん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 溶け出していくときに、味わいだけじゃなくて香りを意識して食べると、口の中でどん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 いろんな香りが次々とこう段階的にというか出てくるんですね。そうちょっとこう苦みとか甘みとかっていうことだけじゃなくて、香りを意識的に意識するとかなりもうそれぞれ違った香りを楽しむことができるんで、そうですね、やっぱりチョコレートって本当に産地とか多分、ワインなんかと同じようにその年の天候によってもある意味果物ですから、実ですから出来が違うので、それがもうそのまんまチョコレート自体に反映してますから、そういう楽しみ方っていうのを改めて感じることができるんで、まあ、その辺ちょっと見ていただけたらなと思いますけど、よくワインでも聞かれるんですけども、どこのワインが好きですかって言われるんですけど、そうじゃなくてどういうシーンの時にどれが一番合うかっていうふうにして、こう頭の中にインプットしてありますんで、ですからどれが好きっていうのはないんですね。どのシーンの場合にはこれがいいと思いますっていうふうに、だからみんなそれぞれ個性を知るというのがまず大事だと思いますから。それぞれ僕は先ほど琥珀色の蒸留酒が好きって言いましたんで、まあ、それぞれ多分違うと思いますんで、ベネズエラみたいにすごくバランスがいいものでしたら、こう上質なコニャックがいいとかというふうな選び方をそれぞれこう変えていければいいと思うんですけどね。でもこれはもうはっきり4タイプ4つの産地の味わい風味が違うんで、ぜひ楽しんで、いただけたらと思いますんで、で、味わいの違いが分かったら、どんなシーンで、これを味わったらもっともっと楽しめるかなっていうようなことを想像しながら味わうと、いろんなところで応用できると思いますんで。明治ソムリエの仕事に料理と飲み物のペアリングを紹介するというのがあるんですね。チョコレートのデザートに飲み物を何か合わせて紹介するという場合に、チョコレートに使われているカカオの個性を知った上で飲み物を合わせていきますから、カカオを学ぶっていうのは非常に重要なことなんですね。いいワインはいいブドウからしかできない、いいチョコレートというのはいいカカオからしかできない。今回のこのザ・チョコレート、ソムリエとしても非常に興味あるところですよね。口の中に入れて、溶け始めたところで味覚をチェックしながら、少しゆっくり口から空気を吸い込んで、今度は鼻からゆっくりと抜いていくと香りが確認できるという感じです。こうすることで産地の違いなんかをぜひ楽しんでみていただけたらと思いますね。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。何ですかね手のこのこだわりですかね、チョコレートの持ち方のこだわりに着目していただけたらと思います。実際どうですか、いろいろな角度で撮られてたと思う。そうですね、すごいチョコレートが美味しく見える角度みたいなのを追求するのが初めてだったので、すごい面白かったです。うまくできました？わかんないけどできたと思います。
やっぱり普通チョコレート選ぶときって、まあ、甘いとか苦いとか選ぶことが多いと思うんですけど、その産地別っていう選び方になることでもうカカオそのものを味わうみたいな風にこうフォーカスできるのがやっぱすごい魅力的だなっていう風に考えさせられました、うん、やっぱりトレンドになりそうですかね。ねえ、なんかこうスタンダードになっていったらいいなっていう風には思いますけど、はい。いやもう本当いつでも食べてますけど、なんか絶対絶命の時とかなんかもうすごい落ち込んだりと か、 なんか例えば電話でショックな電話とかもらった時とかに、なんかもうポケットに入ってるチョコ食べてリラックスするとかは経験としてありますね。なるほど、うん、その時にはチョコレートがサポートしてくれた。そうですね、すごい、そうですね、すごい癒されたりとか安心感もらったりとかっていう、はい、記憶もあります。なんかやっぱりこう味に集中して味わいたいっていう感覚にすごくなるあのお菓子なので、結構一人とかで例えば作業してる時とかってまあ静かだし誰も他にいなかったりとか、私はよくその文章を書いてるんですけど、それ書いてる時結構静かに一人でっていう時があるんですけど、そういう時の息抜きとかで食べるとものすごいその味に没入できるっていうか、逆に夢中になれるので、結構もう自分一人でちょっと味集中、まあ、カウンター的なというか味集中コーナー的な感じで食べたいなってすごい思いました。はい、難しいですけど、私はあのブラジル、あの黄色いやつってブラジルですよね。そう、あのブラジルがすごいなんかトロピカルで、なんだろう、なんかそれこそ柑橘とか、あとなんかちょっとバナナっぽいなとか、こうすごいなんかこうトロピカルで陽気なイメージがすごい広がって、なんかこうなんて言うんだろう な、 なんか陽気でトロピカルな、なんかなんかいいやつみたいな感じがしたんですよね。伝わってるかな、分かんないけど、はい、実際そうです、すごい持たれてたので。ああそうですよね、そうですよね、すごいなんかキャラクターっぽく感じて、いろんな味がフレーバーごとに、えすごいなんか、はい、陽気でのんびりしたこう南の島のいいやつみたいな感じでした。どこに出しても恥ずかしくないって感じましたね。やっぱ圧倒的ななんか信頼感みたいなのを感じたので、はい、てか誰視点みたいな感じですよね親視点みたいになっちゃったけど、はい、明治カカオの産地別に選ぶっていう、そういう選択肢をこう提示されると、カカオ豆本来の味わいにフォーカスするんだっていう風に味わえるのがすごい魅力的だなと思っていて、カッてかじるとものすごい鮮やかなカカオの香りが弾けるのは、カカオって果実なんだなって、感情に寄り添ってくれるというか、そういう味わい方もできるなって、原料からあとは商品まで一貫して手掛けるっていうクラフトチョコレートの文化が今日本でも徐々に浸透してきてるのかなっていう感じはします。明治さんみたいな、まあ、ある種大きなメーカーさんが入ってそれをやってくださるっていうことで、まあ、すごく意味があると思いますし、これをきっかけにチョコレートも生産地から味わうっていう文化がもっと広がっていって、これが新しいスタンダードになっていったらすごい素敵だなって思います。ワインでいうブドウ、それがカカオだから、産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。はい、撮影の感想、チョコの感想ではなくて、まずは撮影の感想、はい、はい、手の角度が難しかったです。いろいろといくつか挑戦されてましたけど、そうですね、持ち方を、はい、納得いく角度になりましたおそらく大丈夫だったかなと思います。そうですね、なんかまずこの間お話聞かせていただいて、
その生産者さんと長期的な関係を築いてるっていうところにまずすごく驚いたんですけど、やっぱものづくりするときってその素材をただ買うだけってこともできるじゃないですか。でもその関係性を持って作り方とか、まあ、出来上がった製品をお届けしてフィードバックするとか、まあ、そういう関係性をすごく大事にされてるって伺ったんですけど、やっぱりそうすると生産者さんもこう仕事の仕方が変わるんじゃないかなとは思うんですよね。やっぱりもっといいものを作りたいとか、こういうふうにやってみたらどうだろうみたいな工夫が生まれたりして、よりいいものを作るきっかけになるんじゃないかなと思います。そうですね、今まで意識してなくてもやっぱりチョコレートもワインもそうですし、お洋服もそうですけど、何でも作るときって絶対に何かしらの自然資源を使うわけじゃないですか。チョコレートだったらカカオだし、ワインだったらブドウだし、お洋服だったらコットンだし、それがないと物を作れないので、その産地がどうなっているかっていう状況を見て、そこに自然環境に負荷がかかってないかとか、生産者さんが健康的に働けてるかとか、やっぱりそこがないと続けていけないっていうことはもう明確になってきてると思うので、その生産地を大事にするっていうことはこれからますます大事になってくるかなと思います。そうですね、こういう産地にこだわったチョコレートがコンビニですとか、まあ、スーパーマーケットみたいな身近な場所でいつでも買えるっていうことがすごく画期的だなと思っていて、やっぱり消費者として物を買うときってなかなか背景にまで思いを向けづらいと思うんですよね。でもこうやって生産地にフォーカスされたチョコレートを買うことで、あ、カカオからチョコレートができてるんだなっていうことを考えるきっかけになったりとか、その農園に思いを馳せるきっかけができると思うので、このザ・チョコレートを入り口にものづくりの裏側とか生産背景を楽しむきっかけになったらいいかなと思います。そうですね、今回4名の方が、ね、出ると思うんですけど、それぞれにその今回のチョコレートの良さを語られるっていうことで、チョコを一つとっても産地のこと、カカオのこと、味のこと、香りのことっていろんな楽しみ方があるっていうことを知るきっかけに今回の CM がなるのかなと思っています。はい、はい、全部美味しかったんですけど、一番好きだったのはベネズエラのナッティの香りのやつが美味しかったです。何か気に入られた理由ってありますか？そうですね、なんか4つとも香りがすごくいいなと思ったんですけど、そのベネズエラのものが一番好きな香りでした。チョコを食べるっていうことを入り口に生産地に思いを馳せるこうきっかけを作れるところですかね。産地にフォーカスしているっていうところから、チョコを食べるって、まあ、それだけでも楽しい行為ですけど、それを入り口に生産者とか農園とかに思いを馳せるきっかけを作れるっていうのがすごく素敵なところだなと思います。明治、今回のザ・チョコレートで言うと、まず生産者さんと明治さんが良い関係を長いスパンでやり取りをしながら一緒に良くなっていくっていうことを大事にされてるって伺ったんですけど、ものづくりの姿勢としてすごくかっこいいなと思いました。長期的に関係性を持つっていうことで、一方的にいいカカオを作ってくださいっていうんじゃなくて、生産者さんからも何かリクエストが返ってくると、そういうやり取りの中でいいスパイラルが生まれて、それによっていいカカオが作れるきっかけになるのかなと思います。チョコレートっていうのはもう食べるだけでも楽しい商品ですけれども、このザ・チョコレートは生産背景を知ることもできるので、コンビニでザ・チョコレートを選ぶという何気ない選択が知る楽しみの入り口になってくれたらいいなと思います。ワインでいうブドウ、それがカカオだから産地にこだわり抜きました。明治ザ・チョコレート。